イランについてよくある質問と回答を3つご紹介します。質問1。イランとはどんな国イランの正式名称はイラン。イスラム共和国で、中東に位置し、北はカスピ海、南はペルシャ湾とマン湾に面しています。面積、約164万平方キロメートルで、中東ではサウジアラビアに次いで2番目に大きい国です。人口は約8300万人2023年時点で、多様な民族と文化を有します。 主要な民族はペルシャ人で、その他にもアゼリ人、クルド人、ルル人、バロチ人などがいます。豊かな歴史と文化を持ち、主要な産業である石油と天然ガスの産出国でありながら、イスラム法に基づく真剣政治体制を維持し、複雑な国際関係と経済状況の中で協力を持つ国です。質問に、日本とイランの関係は日本とイランは、エネルギー、経済、文化、 外交の核分野で長い友好関係を持っています。日本はイランからの石油輸入に依存しており、エネルギー供給の安定を図るため、イランとの経済協力を重視しています。また、両国は長年にわたり文化交流を行い、相互理解を深めてきました。外交面では、日本は中立的な立場を維持しつつ、イランの核問題など国際的な課題において対話を促進する役割を果たしています。特に、日本はアメリカとの緊張が高まる中でも、 イランとの関係を維持し、緊張緩和と地域の安定を目指して外交努力を続けています。このように、日本とイランはエネルギーを中心とした経済的依存関係を基盤としながらも、文化的な交流や外交的な協力を通じて多角的な関係を築いています。質問3。イランはアラブの国ではないイランはアラブの国ではなく、独自の民族、言語、文化、歴史を持つ国です。イランの主要民族はペルシャ人であり、 公用語はペルシャ語ファールシン語です。これはアラブ諸国のアラブ人やアラビア語とは異なります。歴史的に、イランは古代ペルシャ帝国の中心地であり、アケメネス・チョーヤサー・サンアーサなどの独自の帝国を築いてきました。文化面でも、イランは文学、芸術、建築においてペルシャ文化の影響が強く、アラブ文化とは異なる伝統を持っています。宗教的には、イランはイスラム教シーア派が主流である一方、多くのアラブ諸国はスンニ派が主流です。 地理的にも、イランは中東に位置していますが、アラビア半島には含まれません。さらに、イランはアラブ連盟の加盟国ではなく、政治的、社会的にもアラブ諸国とは区別されています。これらの理由から、イランはアラブの国ではなく、独自の特徴を持つ国です。